いやあ、金越しルシファーでは今日は本の紹介してみましょう。じゃあこれね。えー、今日紹介したいのは、ラルーヴィンスの資金管理体験という本。最低なポジションサイズとリスクでリターンを最大化する方法とありますマネ。マネジメントバイブルであり、リスクとリターンのデズムラサジカやト,トントンの手法を昔戦略、えー、変身させるという本です。 ええと、中、中身をちょ、ちょっとね、あの、紹介しようかと思いますが、ええー、と、この、この本は1万2千税、税抜きですけど1万2 8八百円。税込みは1万4千円くらいします、す,するという本です。えー、この本実は数学がいっぱい載ってて、私には大、私大好きなんですよ。今日トレンドフォロー大伝買ったんだし、そちらよりももっと好きかな。やっぱ、やっぱこれ、この本本格的でいいよね。えっ、ー、とね。 えーと第一章は確率化程のギャンブル論っていうのは載ってた、まあ、ギャンブル各ギャンブルについて確率論の観点が交差して,しています。これ、第一章は優しいんだけど、第一章はみんな,であのだからみんなというかあの普通の、普通の数学力でも分かる程度のことしか書いていません。えー、例えば、ランテストとか、Z スコアとか、信頼度って、あのまあ、例えば、投資とかやる人にはちょっと,ちょっとし知られている概念なんですこれが第一章に載っています。まあ まあ投資そんな詳しくな人にはそんなに馴染みないから、えー、っと、えー、っと、ほ、え、か、ー、に,にはね、いろいろ,いろ、とにかく数式がたくさん載ってるんですよ。ちょ,ちょっと、ちょっと今、今、えー、っと今、えー、っといや105ページのとこ見て、105ページに載ってた式をちょっと書き写しますね。えー、っと、105ページに載ってた、こういう式が載ってます。NZ イコール、たぶん、ああ多分ぶん、多分い 一,一応分布から計算するものだと思います。ルート二 π 分の h かけるエクスポネエクスポエクスポえとエクスポネンシャエクスポネンシ,シャのえー、と二分二分の z z 二乗マイナここれなんかあの一応分布から一応分布からガウス分布ですからガウス分布からも実に有名な式だよね。えー、まあそんな式とか載ってます。えー、とこれで n 足しゼロ計算すると0.398 8942とか計算できますね。えーとね、他にもいろいろ載ってるんですよ、この本ね。だから数学好きな人は特におすすめ、この本。あのー、パンローリングで結構本格的な本出すんですけど、やっぱ高い本の方がいいね、やっぱね。他にも対数正規分布とかいろいろ載ってます。数学好き、好きだったら非常にね、やりやすいと思う、この本。私、この本大好き、本当にね。最近よく読んでんだわ。えー、他にも二項分布の式、ちょ、ちょっと、えーと、 126ページから、ちょ、ちょっとだけ出すと、ね、ええー、と、n, n, 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 n'、M、x イコール、えー、と、えー、と、そうね、えー、と、x ビッグリ分、x ビッグリ分かける n, n 引く x, x ビッグリ分の、n, n ビッグリ、n 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 ビッグリかける、p, px 上かける、 えー、Q、九の N、N-X 乗みたいですし、まあ、このぐらいだったら多分、あの、あの、だ,だから、コンビネーションの人が見てる人,人が分かると思うけど、これ簡単だよね。まあ、他にもいろいろ載ってるんですよ。あの、私おすすめなのは第5章行ってみるか。あの、ちょっと飛んで、第3章が利益の再投資と企画停止成長で、第4章にオプティマル F って概念が載ってるんですけど、これに関しては、あの、だから、投資ってのは、 あの、少しデスクを上げたら、リターンも,もちろん返ってくるわけなんですけど、あんまり上げすぎると逆にあの、一気に減っちゃって倒産する可能性があるから、あんまり上げすぎることで,できないんですよ。あの、絶妙な、あの、損益と利率の比率にするとかなり、あの、あのね、爆発的に伸びるんですよ。それを知るのがかなり難しいです。オプティマル F、オプティマル F に関しては、ええー、と、 えーと、そうね、なんか式を出しとくか、えーと、そうね、ええー、と、オプティマエグっていうのは、そうだな、あのー、ま、あ まあ、ちょっと、ちょっと、あの、だから、小列を2、超列 P と 2P 引く1みたいな形で表せたから、確か。オプティマじゃなくて、単なる F かもしれないけど、単なる F かもしれない。まあ、だから、小列 F、P をちゃんと分析しないと、これ分かんないんですよね、これ。ちょ、ちょ、実は、実は F に、オプティマ F に関しては、ちょっと変化しただけでもね、あのね、倒産しちゃう、破産しちゃうってことを示されてるから、難しいんですよ。他にも F、F、F イコール、 f イコール、期待、期待値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 書くの面倒くさい。期待値、丸って書きますよ。期待値割る b とかって、あのー、p、196六ージ載ってますよ。こういう人は載ってるから、えー、っと、まあ、他にもいろいろあります。あの、198ページは、期間平均が、えー、っとえ、i か、i コール1か n までの積の、えー、実際にけるのは1、1プラス f かける、ま、確保マイナストレード i 割る最大損失、確保閉じ、 の、これ、で、ね、これ、せ、せを取って、N、え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 、分の1、え、え、分の一乗するっていう式があります。機械平均に関してはね。えー、ちょっと長くなったら、このぐらい終わりにしましょう。いろいろね、数学しない人、本当おすすめだと思う。もう一回、もう一回お見せしようか。えっ、ー、と、この本ね、えっ、ー、と、ラルグビンスの資金管理体制。あの、先ほど、ドラッ ドラゴン細い先生が私の動画公開したけどまずまだ1本目だと思うんだけど、あの、2本目か3本目あたりになんかわた、この本がの、この本がちょっとちょこっと出てくるから、ちょっと、どう思うかって、編集でカットされてなかったらちょっと出てくるから、まあちょ,ちょっと、まあ、興味ある方はちょっと見てもいいでしょうね。えー、まあそんな感じ、本の紹介をおしえます。あと、今後の予告だけど、あの、ラルグビースで私研究するんで、あの、ちょっと、 あの、ラルービンスの内容に関して少しあの動画化するかもしれませんから、ちょっと研究,研究したいんで、私、あの、というのも最近分かってきた動画にするとね、私ね、あのね、どんどん勉強できるんですよ、実は。あの <laughs>、動画にすると後で、あの、例えば英語とか見て復習とかできるから、やっぱ勉強になるんで、私どんどん動画を作りたいんで、 だから中身直接お見せすると著作権運営言われたら嫌なんで、私はだから、この、もし投資系の動画作るんだったら、私す、あの、ノートに数式書き写すとかでやるんで、まあそ、ね、そんな感じで作って、かも、かもしれませんの、ね、で、よろしく。じゃあ、またね。そういうことで予告をおしまい。じゃあ、またね。バイバイ。